おはようございます。パンちゃん、早朝から甘えモードでしたね、今日は。ずっとねあねあって泣いて起こそうとしていましたけど、何ですか今聞きますけど、何ですか。パンちゃん、あちゃいなよ。パンちゃん、私が甘えたい時に甘えさせてくれないと思う。ちゃん、でもあれは確か4時ごろでした。明るくなってすぐって感じでした。あ、うぐってなった。ちょっといじりすぎた。ワンちゃん、ジャン君、で、ポンちゃん、何か、何か届いた。大会のギフトセット冷凍タイプ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかリップ、ああ凍ってる。うん、ジャン君が凍ってる。ジャン君どう、どう。すごい。のどぐろって何？のどぐろはのどぐろ、赤もつって書いてあるよ。のどが黒い魚ってことね。のどぐろっていうお魚だよね。エテカレー。エテカレーって何？あ、すっごいクンクンしてる。そのにおう？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 クンクン。クンクン。はいはい。あ、入らないで、入らないで。はたはた。あ、イカ。イカ一夜干し。すごい、なんかいろいろ魚好きだからね。うん、デカレーいっぱい入ってる。ありがたいでございます。ありがとうございます。なんかすごいです。アジでしょ。こんなにいっぱいの種類が、すごいいっぱい種類がいるんだね。そうだね。そっか、エテカレーっていうの知らなかったな。うん、全部それぞれ食べてみたいと思います。そうだね。イカさんも美味しそうだね。立派だな。冷凍ってことは刺身食えるってことかな。え、違うと思うけど、一夜干しって書いてあるし。干してある。うん、みんなあのそういう、そう、焼いて食べましょうっていうやつだと思うよ。はい。焼いて食べるね、ジャン君。あなたには回らないけど、ごめんね。ポンちゃんもごめんね。あなたもついでに回らないけど、ごめんね。ごめんね。一回くるーっと回るのは何か意味があるの。あ、いいね、いつも通り。ほんとこの座り方ね。なんだろう、これ気持ちいいの。いい感じですか。また外行っちゃったね。ポンちゃんはお隣の部屋のようです。まあもうそんなに暑くないからいいか。でもこの部屋で27度か、まだ結構暑いんじゃないのかね。
ポンちゃん、ちっちゃい。うん、こうよ。はい。